真っ暗なのだ。何カ国に潜入しろってメタンに言われてやってきたのだ。ここどこなのだ。あ、どうも皆さん、いらっしゃい。お久しぶりです。邪魔するぜ。おかわりないのいか。人の声が聞こえるのだ。めっちゃいい匂いしてきたのだ。料理屋さんなのだ。ハオラー。さて、皆さんよくお集まりいただきました。お、チャーハン、町中華風チャーハンです。こういうのでいいんだよ。こういうのでちょっと聞くにょ。あ、はい。今回はゆっくり夜食祭2024にょん。集まったメンバーはいつも通りですね。アウトドア派のゆっくり実況者ってあまりいないからな。ふっふっ、今回は新メンバーが来てるにょ。新メンバー？お腹が空いたら取って食べるチャンネルのラミーさんにょ。コラボのために潜入しろって言われたのだ。アウトドア系ボイロ投稿者の方だな。そういえばこの前カメ食べてましたね。カメ？フェモラータとかは私も興味あるんですが、埼玉にまだいないんですよね。案外皆さん見てくれてたのだ。それでは、今回はこの5人でコラボですね。よろしくお願いしますなのだ。それで、メイリンさん何か捕まえたにょ？え？あ、まだ全然捕まえてなかったですね。行ってきましょうか。さて、今回も川に来ました。前のコラボの時と同じ場所だな。私のお気に入りポイントなんですよ。今回は、冷蔵庫を整理していたらこんなものが出てきたので。ボロニアソーセージ？軽く焼いて目玉焼きをつけるだけで完璧な朝食になるやつだな。まあ、賞味期限がね、2ヶ月ほど切れてるんですよ。いつ買ったやつなのだ。多分4月くらいに買ったやつだと思います。もったいないのでこれを餌にして釣れた魚で料理しましょう。フードロス対策にょ。今回の仕掛けはこんな感じ。あ、のべ竿なんですね。のべ竿好きなんですよ。特に川だとほとんどのべ竿しか使わないですね。リール付きの方が楽なのだ。リールがない分、手の届く範囲で魚とやり取りする感じがして面白いんですよ。バスとか狙う前提だったらリール付きでやりますけどね。仕掛けは至って普通の玉浮き仕掛けですね。のべ竿での川釣りはシンプルなのが一番楽しいですからね。反応はありましたか？ちょいちょい食べに来てるやつはいるっぽいですね。たまに浮きがピクピク動いてるのだ。動くけど沈まないってことは、針にかかるほど大きくないやつが突っついてるんですね、これ。針がでかいんじゃないか？小さい針にしたら小魚ばっかり釣れちゃいますからね。せめてこの針にかかるくらいの大きさは欲しいものです。15分後。釣れました？こう、外側からじわじわと食べられて餌は減ってるんですよ。小魚しかいないんじゃないですか？そんなことはないですよ。ほら、さっきから後ろでバッシャバッシャ音がすると思ったら。あ、小さんちっす。あれ、何やってるのだ？さあ、水草に沿って進んでますね。あれは水草の端に生えたモカ何かを食べてるんだろうな。趣味でやってるんじゃないの？まあ、趣味でパトロールしてるだけかもしれませんけど。真相は恋の溝知るのだ。あ、恋ばっかり見てるから餌取られてるじゃん。コンティニュー。餌はまだめちゃくちゃ残ってますからね。ノーダメージですよ。いい加減何か釣ってくれないと食材がないですよ。まあ、最悪その辺にいっぱいいるコオロギ捕まえてバスでも狙いますか。お、浮きが止まりましたね。つっついてますね。興味を示した感じかな。流れに逆らって動き始めたにょ。これは来ましたね。ちゃんと針のところまで食べるまで待ちます。今乗りましたね。のべ竿は理由がないので竿を立てて竿の弾力で引き寄せます。これはまた見覚えのあるシルエットにょ。ブルーギルですね。でかくないか？前のコラボで釣ったやつと同じサイズですね。20センチくらいです。とりあえず食材は確保しました。危機としてブルーギル持ち帰る人も珍しいのだ。もともとやんごとなきお方が持ち込まれた食用魚ですよ。まあ、一匹じゃつまらないのでもうちょっと続けましょう。ちょっと誘いを入れてみますか。こうやって引っ張ると、水中で餌が一回浮き上がります。そこからもう一回沈めて、魚に餌があることをアピールすると。浮きが走ったにょ。沈んだタイミングで食いましたね。結構引きますね。バスかな？いやでもバスがソーセージ食べるか？やっぱ動く餌じゃないと来ませんかね。すごい勢いでテトラに潜ろうとしてますね。ああ、ものすごく見覚えのあるシルエットだったにょ。またブルーギルなのだ。あれ？なんかこいつ赤くないです？レッドギル。翼を授ける。ああ、これはボスギルだな。ボスギル？
ブルーギルは群れの中のボスがこういう赤い色に変化するんだ。オスの中でも特に力の強い個体ってことだな。総理大臣にょ。ああ、じゃあここで私がボス釣っちゃったから政権交代ですね。なんかゲリラ豪雨の気配がするので撤収しましょうか。城下は大きめのギルが2匹、うち1匹がボスギルですね。ブルーギルやブラックバスは特定外来生物に指定されているから、持ち帰るときはその場で閉めてから持ち帰るんだぜ。埼玉県ではギル、バス、アメナマはキャッチ&リリースも禁止ですよ。今回の食材はブルーギルなのだ。例によって、先に内臓とエラは処理してあります。なんか毎回ギル食べてる気がしますね。私、実際毎回ギル釣ってるからな。早か何か釣れるかなって期待してたんですけどね。ま、釣れてしまったものは仕方ないので食べましょう。それで、今回は何を作るにょ？そうですね。これまで2回ギル食べてきましたので、ちょっと本格的にギルと向き合ってみますか。本格的にですか？はい。前回の銅板ゆえ作った時、思った以上の旨味が出てることに気づいたんですよ。そんなわけで、ちょっとギルの旨味を抽出して四川風に仕上げようかと思います。料理名は何になるんですか？さあ。作る本人がわかってないのだ。とりあえずさばいてみてから考えようと思っているので、辛くする以外全然決まってない感じですね。辛くするのは確定路線なんだな。とりあえず鱗を取ります。鱗を取ったら、尾びれの方から包丁を入れて背骨に沿って身を削いでいきます。3枚におろすんですか？普通のギルだったら小さくてできないんですが、これくらいのサイズならいけるかな、と思ったんですが身が全然ないですねこれ。腹骨を削いだらほとんど残らないな。どうするんだ？とりあえず食べやすい大きさに切っておきましょう。今回は身よりもアラの方が重要ですので、添いだ身に塩と料理酒を加えて揉み洗いします。これで表面のぬめり、臭み、身に残った血などを洗い流します。ざっと水洗いして、しっかり水気を絞りましょう。普通の白身魚にしか見えなくなったのだ。下味として塩、胡椒、料理酒、片栗粉を加えてよく混ぜます。これで身の下処理は完了です。このまま唐揚げにしても美味しそうですね。生姜とニンニクを叩きつぶしてみじん切りにします。出た。いつもの。青ネギは小口切り。作るものが決まっていなくても、この3つを用意しておけば大体中華っぽくなります。三種の神器にょ。それでは、ギルの調理に移りましょう。中華鍋に油を多めに回し、生姜とギルのアラを放り込みます。中火でアラ全体がきつね色になるまで焼いていきます。なんかこの時点ですごく良い香りがするのだ。全体がこんがりときつね色になったら、熱湯を加えます。スープにするんですね。水から入れるんじゃダメにょ。せっかく揚げた温度が下がっちゃいますからね。余計な臭みが出るのでここは熱湯で。蓋をして強火でガンガンに沸騰させます。だいたい3分くらい沸騰させたのがこちら。スープが真っ白？これがいわゆる白湯スープ。さながら今回はギル白湯ですね。白湯ってギルでもできるんですね。さすがに初めての試みですね。スープは一旦別のボウル等に移してスタンバイしておきましょう。めちゃくちゃいい匂いするのだ。実際、これすごいですよ。控えめに言ってめちゃくちゃうまいです。スープだけってわけにもいかないので、何か具材を用意しましょう。とりあえず冷蔵庫にもやしがあったので、炒めていきます。もやしと白湯スープを合わせるのか？まあ、野菜なら何でもいいですよ。小松菜とかチンゲン菜も合うでしょう。炒めたもやしは先に盛り付けます。続いて、ニンニクと生姜を炒めて香りを立たせます。香りが立ってきたら豆板醤を入れて炒めます。かなりの量入れてないか？大丈夫、大さじ2か3しか入れてないですから。絶対多いだろそれ。豆板醤から真っ赤な油が出てきたら、ギルファイタンを鍋に戻します。白いスープが真っ赤になってしまったのだ。まだ赤さが足りないですよ。はい。ここにマーラーボグオビーヤーを4分の1ブロック加えます。やばいくらい辛いやつじゃないのかそれ。これ一つで八角やシナモン、フェンネル、クローブなどのスパイスに加え、強烈なマーが入ります。ああ、もうわかる。これ私食べれないやつだ。味を確認しながら塩、胡椒で味を整えましょう。この段階でどれくらいの辛さにょ？まあまあ辛いですよ。ココイチ換算だと4辛くらいじゃないですかね。それって普通に激辛の部類に入らないですか？ピリ辛ですよ。味を整えたら、スープの中からアラを取り出してもやしの上に盛り付けます。アラも盛り付けるんですね。中国スタイルですね。こういうアラに残った身も食べれますので、中国の魚料理は結構アラも入ってます。アラを取り出した後のスープに、ギルの身を入れてみます。淡水魚はしっかり火を通さないと危険だぜ。下処理で入れた片栗粉によって、スープにとろみがつきます。身にしっかり火が入ったら、先ほどのアラの上に盛り付けます。その上にネギを乗せ、さらに唐辛子。足すな。辛さは夏バテを救うのです。その上から熱した油をかけて出来上がりです。ブルーギルの激辛煮込み、シャンラータイアンユイです。
これ絶対辛いやつ。ビジュアルがもう激辛なのだ。やっぱりギルの身自体はかなり淡白で柔らかい白身ですね。食べるならやはり沼のギルより皮のギルです。臭みもないしサイズも大きくて食べ応えがあります。辛さはどれくらいの？うち基準で3辛ってところですね。普通に激辛なんですね。やはり身よりスープが美味しい。マーラーフォグオディーヤオは相当強い味なんですが、それに埋もれずにちゃんと味を主張しています。魚らしい濃厚な旨味がありながらしつこくなく、他の味を邪魔しないすっきりした白湯ですね。スープが絡んだもやしが絶品です。これは麺入れたら絶対美味しいやつにょ。ギルのアラは骨がめちゃくちゃ硬くて細かいので、お好みで食べてくださいって感じですね。ギルの出汁としてのポテンシャルを垣間見た気がするのだ。出汁として使うなら、多少臭みがある沼ギルでも問題なさそうだな。数を確保しやすい分、沼ギルの方が出汁向きかもしれませんね。さて、ゆっくり夜食祭2024、次はミョンケンさんですね。概要欄に再生リストを貼っておきますので、ぜひ最後までお付き合いください。